オスカンフランシスコ・タベラスは、ドミニカ共和国、プエルト・プラタ州プエルト・プラタ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2008年11月25日に、セントルイス・カージナルスと14万5000ドルで契約。2009年は、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで65試合に、出場し、1本塁だ42打点9盗塁、打率、257だった。 2010年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスで7試合に出場。7月から、ルーキー級、ジョンソンシティカージナルスでプレー53試合に出場し、8本塁打43打点、8盗塁、打率、322だった。アパラジアンリーグのポストシーズンをオールスターに選出された。2011年は、A 級、 クアットシティズリバーバンリッツで78試合に出場し、8本塁打62打点1盗塁、打率386だった。2012年は AQ スプリングフィールドカージナルスでプレー、オールスターフューチャーズゲームに初選出。テキサスリーグのオールスターにも選出され、決勝打となった2点本塁打を含む3安打を記録し、MVP を獲得した。この年は、 A 級で124試合に出場し、23、本塁な94打点10盗塁、打率、321と好成績を残し、テキサスリーグの、プレイヤー・オブ・ザ・ヤーに選出された。9月13日には、ベースボールアメリカが選ぶ、マイナーリーグ・オール、スターチームに、11月26日には、ミルブとトップス社が選ぶ、トップス、マイナーリーグ・ベースボール・ダブル、A オール、 スターチームに選出された。11月30日にはカージナルスのマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーに選出された。2013年は1月29日に MLB のトップ100プロスペクトの3位に選ばれた。シーズンはトリプル a 級メンフィスレッドバーズでプレー2年連続でフューチャーズゲームに選出された。この年はトリプル a 級で46試合に出場し、 5本塁打32打点5盗塁、打率。306だった。11月20日に、カージナルスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年3月13日に、トリプル A 級メンフィスへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。開幕後は、トリプル A 級で49試合に出場。7本塁打40打点1盗塁、打率。 325と高成績を残し、5月31日にメジャーへ昇格した。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。6番右翼で先発起用され、5回裏の2打席目には安めエロペティットからメジャー初安打となる先制の本塁打を放った。この日は3打数1安打1打点だった。2014年10月26日。 母国のドミニカ共和国で恋人を乗せて運転中に交通事故に愛死亡したことが球団から公表された。22歳ボーツ。ありがとうございます。